最近、大谷のチームメイトであるベッツが、今後の始球式に関する、大胆で面白い提案をしました。ベースポーツのスポーツ専門番組で、ベッツは、新しい動物を始球式に参加させる提案をしました。彼は、ムーディという名前のカバの赤ちゃんについて言及しました。オンベースウィズ・ムーキー・ベッツの番組で、ベッツは、ムーディが MLB の試合で、始球式を務めるかもしれない。ムーディのこと知ってると質問して、番組を始めました。 この質問に対し、番組ゲストである、パドレスのガイアシュ・フェルナンド・タティス・ジュニア派、少し困惑しました。タティス・ジュニア派首を振り、いいえと答えました。ベッツは説明しました。私も、このビデオを見るまで知らなかったんだけど、それはカバの赤ちゃんで、本当に可愛いよ。ベッツは、さらに冗談っぽく、ムービーなら MLB の試合で、始球式を務めるかもしれないと付け加えました。ベッツは、大谷の愛犬デコピンが、始球式を務めたことを振り返り、素晴らしかった。 それは本当に驚くべき瞬間だったと言いました。ムーディは普通のカバではありません。これは小人カバという絶滅危惧種です。ムーディは今年7月、タイのカオキアオ動物園で生まれ、その可愛い姿と優しい性格でソーシャルメディアのスターになりました。彼はさらにムーディをドジャーススタジアムに連れて行き、始球式を行うようにと冗談混じりに進めました。ファンは YouTube でムーディのビデオを見ることができ、ベッツもムーディが本当に可愛いと言っています。 ベッツのアイデアは冗談に過ぎないように見えますが多くの人がこの光景を興味深く楽しんでいます一部の人はムーディを飛行機で移動させるのはこの小さなカバにとって大きな挑戦だとコメントしましたファンコミュニティではデコピンとムーディの比較についても話題になっていますどんなペットでも始球式にはデコピンが一番だとファンの一人がコメントしましたベッツはデコピンの可愛い外見についてさらに共有しました 彼はデコピンが少し寂しそうに見えること、特に毛並みや歯が特徴的で非常に魅力的だと感じました。ベッツはディズニーがデコピンとその冒険について映画を作るかもしれないと冗談を言いました。ムーディがとても可愛いにもかかわらず、ベッツはムーディのような可愛い動物が人間に見つかり飼育されることについていくつかの懸念を示しました。彼はこのような可愛い動物を人間が見つけると大抵捕まえて動物園に連れて行かれると言いました。 この番組では、ムーディのカバについての面白い話以外にも、ベッツがドジャースに移籍して受けた数々の驚きについても共有しました。番組司会者によると、ベッツはシーズン前に大きな変更を受け入れなければならなかったそうです。このことは日本で広く報道されましたが、ベッツがシーズン開始直前にショートに転校するよう求められたことを知らない人も多いでしょう。MLB に入る前、ベッツは主にアマチュア時代にセカンドベースマンとしてプレーしていました。 2011年にボストンレッドソックスにドラフトで選ばれた時も彼のポジションは内野手でした。しかし2014年の MLB 初シーズンに入ってからレッツは外野手に転向するよう求められました。この転向は正しい決断でレッツは打率0.290から0.300を維持しただけでなくライトとして6回のゴールドグラブ賞を獲得しました。今シーズンドジャースはレッツをセカンドベースマンの位置に固定する計画を立てていました。 しかし、シーズン前のオープン戦で、中堅ポジションの守備力は、期待通りに機能しませんでした。そのため、首脳陣は、ベッツに攻撃力を維持するため、ショートストップに移るよう指示しました。これはかなり厳しい要求でした。MLB での10年間のキャリアの中で、ベッツは、ライトで978試合、センターで223試合、セカンドベースマンで100試合に出場しました。しかし、ショートストップとしては、昨シーズンから16試合に出場しただけです。 このポジション変更の決定がシーズン開幕直前に行われたため、ベッツにとって非常に大きなプレッシャーとなりました。3月20日に韓国で行われた開幕戦で、ベッツはショートストップのポジションで懸命に練習していました。この瞬間は日本のテレビでも放送され、一部のファンはその映像を覚えているかもしれません。多くの課題に直面しながらも、ムーキーベッツはシーズンを力強くスタートしました。 3月には、打率0.61118打席で、11本のヒット、5試合で4本のホームランを記録しました。4月も、レッツの調子は維持され、打率0.337、2本のホームラン、出塁率0.430を記録しました。3月と4月の成績を総合すると、レッツは、ナショナルリーグのバッターの月間 MVP に選ばれました。しかし、6月になると、レッツは調子を落とし始めました。 15試合に出場し、ホームランを2本追加したものの、打率は0.193に下がり、出塁率も0.324に減少しました。特に、得点圏での打率は0.214に下がり、ベッツ本来の実力を反映していませんでした。6月16日のロイヤルズ戦で、ベッツは左手にボールを受けて骨折しました。7月16日のオールスターゲームへの参加を辞退せざるを得ず、多くの野球ファンが彼の早期回復を祈りました。 ベッツが故障者リストに入ると、大谷がリードオフ、打順一番に配置されました。これが大きな影響を与えたと、司会者は語りました。大谷はシーズン初めから盗塁のスキルを訓練していましたが、そのスキルを発揮する機会は非常に限られていました。ベッツが試合に出られなくなった時、大谷はその機会をしっかりと捉えました。3月から6月までに、大谷は16回の盗塁を行いました。 しかし、7月だけで12回、8月には、さらに15回の盗塁を成功させました。8月12日、ベッツは、ブルワーズ戦で、怪我から復帰しました。しかし、彼のポジションは以前と異なり、シーズン初めのショートストップではなく、打順2番で、ライトフィールドに配置されました。この変更について尋ねられた時、ベッツは、私は、常にチームの勝利を最優先にしている。 だから、大谷が一番を務めることに反対する理由はないと答えました。一番打者を務めることが多かったベッツは、ポジションが変わることで、多くの困難に直面しました。二番で打つ際、ベッツは自分のバッティングスタイルを調整するために、多くの時間を費やす必要がありました。しかし、彼はこの不満を外に出すことはありませんでした。2023年のシーズンから、MLB のルールが変更され、盗塁を有利にする条件が整えられました。 新ルールでは、投手は1打席につきランナーを保持するための牽制球を2回までしか投げられないと定めています。3回目の牽制球を投げても、ランナーをアウトにできなければ、ランナーは安全になります。さらに、投類を促進するために、ベースのサイズも大きくされました。この変更により、投類が重要で、合理的な戦術となりました。エンゼルス時代、大谷の投類成功率は70%に過ぎませんでしたが、 今シーズンではその数字が90%を超えました。ベッツは決して不平を言うことなく、大谷が盗塁戦術を実行できるよう、黙々と支援しました。番組ゲストのフェルナンドは、ベッツが大谷の54-59記録達成に最も貢献した人物と言っても過言ではないと述べました。 一部の専門家は、大谷が早いカウントで、盗塁を行っていたと主張していますが、フェルナンドもベッツが早いカウントで打つことが多いと指摘しました。これにより、ベッツは、大谷の後で打つことに適応し、慣れる必要がありました。フリーマンも、大谷の盗塁能力の劇的な変化を認めざるを得ませんでした。彼は、7月頃から、大谷は、印象的な盗塁能力を持つ選手に変わったと述べました。ちょうどその頃、肘のリハビリも進展し、もっと走れると感じたのでしょう。 大谷は1球目や2球目に走ることが多く、これは後ろを打つ私たちにとって本当に役立ちます。バッテリーもストレートを投げる確率が高まり、私とベッツの成績に大きな影響を及ぼしました。私と大谷は身長や体重がほぼ同じですが、盗塁が体に与える影響は非常に大きいです。それでも大谷は積極的に走り、私がファウルを打っても再びスチールを仕掛けてきます。 ベッツは守備力が高く、選球眼が良く、ボール球には手を出しません。これにより、大谷はベッツを信頼し、どの投球を避けるべきかを正しく判断できます。大谷が走る際、ベッツがわざと空振りして、チームメイトにチャンスを与えることもありました。シーズン終盤で、ベッツの調子があまり良くなかったにもかかわらず、彼の存在は依然として重要であり、チームの強力な要素です。ご視聴いただき、ありがとうございました。 コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。